タクロウダメですよね。え、タクロウは昭和ですから。まあ平成もあるんですけど、タクロウは今までタクロウデーで60曲聴いてきて、もういい、今日はお腹痛いからっていうか。珍しく30人も集まりまして1人2曲ずつっていい加減せよって話してもらえた。はい、もう7時間ぐらいやってるじゃないですか。53曲目ぐらいでちょっとお先に、ラキオの場合はこれ4カポになります。今2カポですから大丈夫です。めっちゃラキオかと思った。広川さんたちぐらいしか聞いたことがある人がいないので、ネタですけどもやっています。替え歌メドレー。猫と犬が力を合わせて柔道を始めたが、歩き方だけ基準値で正常から肥満へと上がる。少し痩せなきゃ死んじゃうよ、壊れかけのメタボ。笑うとこですよ。一生懸命何かに夢中だ。嫁は夜更け過ぎに鬼へと変わるだろう。ここも笑うとこですよ。いつもだけど、もしも許されるなら積み込んで、そのまま打ち上げたい。君の行く道は果てしなくしょぼい。ここ爆笑のとこですけど大丈夫ですか。次こそ笑ってくださいね。新しい母が来た、微妙な母だ。おかしいなぁ。今日どういうのかね、いっぱいいらっしゃるんですかね。あん時の赤ちゃん、あなたがパパよ。ノリが悪いんで、これ一緒にね。マキシンジ言うな。ていうか、マキシンジを知ってるってことは、それ言わない方がいいと思います。だいたい分かりますからね。大正テレビ寄せっていうテレビ朝日の番組で。それは分かんない。本当に大正テレビ寄せでずっとやってたんですよ、これマキシンジ。まあ、僕が小学校ぐらいの頃ですから、ちょうどラブリーしげこちゃんが中学生ぐらいですか。違うやん。